リュウジのバズレシピ。はい、どうも料理の姉さん、リュウジです。ちょっと無理しすぎた。どういうことですか。今日は皆さんに重大な報告がありました。私のですね、監修した酒のつまみがですね、なんと全国のスーパーおよび一部コンビニエンスストアで発送されることになりますので、これです。これ、僕のですね、悪魔の壺になっていうレシピがありまして、これ多分ね、100万再生ぐらいいってるレシピだと思うんですけど、なんとですね、これを栗山メーカーさん、瀬戸市場でね、行われるチャーハン味と唐揚げ味を、やらせていただいたところ、もうめちゃめちゃ良かったらしくてですね、今回も。で、今回は試行ではなくて、おつまみがいきたいと。なんでかっていうとね、もう今年の夏は、瀬戸市場で飲んでくださいと。こういうことを言われまして、もうそしたら、俺は言ってやりましたよ。はいって。ちょっとビールをお願いします。よろしく、メカドッグ。缶のパイをしていきたいと思います。みんなグラスは持ったか。じゃあ乾杯。乾杯。欲しいでしょ、つまみが。おつまみが、つまみ欲しい人。はーい。あるんですか。こっちはね、スーパーで売られるやつで、パッケージがでかいの。で、これがね、コンビニで売られるから、パッケージちっちゃいの。今回味は一緒なんだ、これ。味一緒。じゃあセクシーなのかキュートなのか、どっちが好き。でキュートな方がいい。キュートな方がいい。キュートな方がいい。いただきまーす。はい、いただきまーす。うまっ。うーん。だってさ、まず香り嗅いでほしいな。どうやって再現したのこれ、このニラの香り。再現度高すぎなのこれ、カバンに忍ばしたんや。嬉しい、ご報告。小分けされてるんだ。小分けされてるんですよ、これ。職場に置いてもらってもね。酒進むんじゃ。さすが新潟県を代表する栗山ベーカー。すごいですね。地元だからね。新潟市北区だからね。俺は再現度がすげえと思う。試食した時に、なんでこの味になったんすかっていう。いや、やべえ粉使ってったもん。用努力ってことじゃない。そう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 。悪魔の壺ニラとね、同じ材料なんだよ、これね。すごいね。すごい。醤油も使ってるしさ、これがもう提唱したい、もう食べ方なんですよ。いつか覗ってもらって、覗ってもらおう。おお。これはそれだと思うんすよね、僕はね。これもうあり、ね、斬新っすね。いや、俺らはな、大前昆布世代だからな、やったよな。海苔サブちゃんじゃね。まあサブちゃん。いただきまーす。うまっ。これはやばい。うまっ。罪の味だね。今から飲もうぜって言われて、俺が全然作る気ない時、これにしたいです。オンリーラー油でいいですか。あラー油やべえぞこれ。これは間違いなく酒。ラー油うまっ。どっちかというとラー油の方がいい。山田ベーカーさんのここの再現度、これ飲めるっしょ。ちょい足ししたらもっとやばい。あーやばい、バケバケバケ。あ、そういう感じで悪魔の味ツボニア。こんな感じでギョイギョイ飲める、僕監修の悪魔のツボニア。これ本当におうち飲みん時にね、これ一つあれば何貫もいけると。うん、ビールがね、どっちかというと栗山ベーカーさんの努力の結晶なんで、やってみてください。ちょっと無理すぎた。無理すぎた。ちょっと無理すぎた。無理なかった。本当にもう無理しすぎた。とにかくですね、本当にもうこれはね、もう酒がボコボコ飲めますね。飲めてる？飲めてる。グミグミっす。どうチェック入った。えっと